みなさん、今日から新しく入った社員を紹介する。リファ君、入って。みなさん、今日からコロサギ会社に入社しました。私はリファと申します。インドネシアから来ました。いろいろお世話になりますが、どうぞよろしくお願いします。だそうだ、外国人で、まだ指導が必要だから、みんな仲良くやってくれよな。はーい。リパタンでしたっけ。はい、リパタンと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、はじめまして。俺はリフィオ。会社5年目だ。君は確か外国人だったね。ああ、はい。インドネシア人です。ああ、すごいね。日本語上手。はい、いえいえ、そんな。まあ、これから大変だろうけど、何かからいつでも聞いて。あ、はい。ありがとうございます、アレピオさん。早速ですが、実は、ここの部分がちょっとわからなくて。どれどれ。これね、確か新人はちょっと難しいね。ここはこうして、こうだよ。そうですか。ありがとうございます、アルフィオさん。はい、頑張ってね、新人。はい。どうかしました？うろうろしてて。実は、コピー機の使い方がわからないんです。コピー機ね。確かうちの会社は結構古い機械使ってますからね。よかったら教えましょうか。はい、お願いします。これはまずここのボタンを見て。はい。このボタンの通りに何枚コピーするか押してみて。はい、10枚です。それで、ここに資料を入れて。はい。それでここのボタンを押したら完成ですよ。あ、そうですか。ありがとうございます、先輩。いえいえ、また何かあったらいつでも声かけてくださいね。はい。はい、社長、これです。はい。リパ君、このデータ間違ってるよ。え？それと、さっき10枚コピーしてたギターズだよね。なんで100枚コピーしたの？それは、まったく、初日にこんなミスをやらかして、君に大きな期待は持っていたけど、こんなんじゃあかりだよ。君はちゃんと人の話を聞いていたか、それとも協力がないのか。初日でこれだとこの後がきついよ。何もしていません。いいよ、仕事に戻れ。今回は見逃しておくけど、次はちゃんと全部確認するように。はい、大変申し訳ありません、社長。失礼します。はい。みたいだね。うちの社長は厳しいからね。何かしてあげられないでしょうかね。飲みに誘ったらどうかな。あ、いいですね。仲良くできるチャンスですし。じゃあ他の社員を誘って、仕事終わったら飲みに行こう。ええ。お疲れ様です。元気ないみたいだね。
はい、ちょっと今日ミスしてて。まあそういう日もありますよ。あ、実は俺たちみんなとこれから飲みに行くんだけど、一緒にどう？え、飲み会ですか？本当にいいんですか？当たり前だよ。君もこの会社の一員になったんだから。え、ありがとうございます。それじゃあ行こっか。今日は思い切り飲むぞ。ちょっとアリヒオさん、声が大きいですよ。お待たせしました。こちら牛丼2つとチーズ1つでございます。あれ、リカさん牛丼でしたっけ？いいえ、僕はチーズ牛丼とかボタンも頼みました。すみません、店員さん。はい、どうかしましたか？これ、注文と少し違うんですが、牛丼2つじゃなくてチーズ牛丼2つなんです。どうにかできませんか？あ、すみませんでした。確認いたしますので、どうぞお待ちください。あ、本当だ、注文間違えていました。申し訳ありません。すぐご注文の通りに持ってきますので、もうお待ちください。本当に申し訳ありません。お願いします。あの、店員さんはどこちゃうな。誰だってたまには間違えたりしますよね、リカさん。はい。あ、そうだそうだ、これからは自分の息子から学んで最強に成長していくことだね。はい、ありがとうございます。アリフィオさん、ネイラさん、すごく元気をもらいました。どうでしょうか、社長。うん、いいね。君の仕事は想像以上にうまくできた。この前はいろいろミスしてて不安だったけど、どんどんうまくなったね。あ、このまま頑張ってほしいものだ。ありがとうございます。うん、てか、それとナイラ、アリフィオ、君たちはこの前リファックにいろいろな指導をしてくれてたよね。そのおかげで彼は今自分の仕事をうまくこなせるようになった。本当に助かった。大したことは知ってませんよ、社長。彼は元から優秀なだけですよ。ははは、そうか。これからも会社のために仕事頑張ってね。